皆さんこんにちは。今日の実況は私西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えしてお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあいにくの雪というコンディションです。これが試合にどう影響を及ぼすんでしょうか。そろそろ試合が始まります。ここまでホームチームは大健闘を見せています。全くですね。まさかこの時期まで首位にいるとは思っていませんでした。素晴らしいシーズンです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。一般的な 5-3-2 ですね。穴ができにくいシステムです。この両者の対戦ですが、どのような試合を期待したいですか。見ていて楽しいゲームになるといいですね。今日も大勢のサポーターが詰めかけています。はい、注目の試合ですからね。前半キックオフです。マークを確認しておきたいですね。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ルベン・ネベス、相手が寄せてきます。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。ハモン・ロペス、走り込んだ味方にスルーパス、決まった。このゴールでなんと勝ち越しました。厳しい相手ですが大健闘ですね。こうなるとは思っていませんでした。あとはどれだけ失点を抑えて我慢できるかですね。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。別の角度からご覧ください。ゲームは立ち上がりからの発進、先制点が生まれました。ラウル・ヒメレス、うまく読んだインターセプト。ここはよくスペースが見えていました。ここで狙う、入った。かなり距離がありましたが鮮やかな得点を奪いました。キーパーの位置をよく見ていたんでしょうね。お見事でした。スタジアムがまだどよめいています。得点したチームは喜びを爆発させ、失点したチームはがっくりと肩を落としています。ほんのわずかな差が明暗を分けましたね。打った選手を褒めましょう。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。レアンデル・デンドンケル、
見事な視野です。絶妙なパス、残念ながらゴールにはつながりません。ゴールキックとなりました。チャンスになります。見事なスルーパス、ハモン・ロペス。キーパーと1対1でしたが大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。レアンデル・デンドンケル、ボールを運びゴールに襲いかかります。ルベン・ネベス、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ハモン・ロペス、スペースへのボール、このボールは決定的、入ったようにも見えましたがシュートはわずかにポストの外でした。ドハティ、さあスタジアムのテンションが上がります。素晴らしいスルーパス、ちょっと長すぎたか。ハモン・ロペス、ナイスシュート、ゴール決まった。いやこの突破は止められないでしょう。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。この展開を誰が予想したでしょうか。このパスはダメでした。ボールをキープして自ら勝負します。キャッチできません。ボールがこぼれた。難しいシュートでしたが枠を外れます。ルベン・ネベス、これはどうなりますか。走り込んだ味方にスルーパス、中にスペースがあります。シュートを打ってきた。ポストですか。非常に惜しいシュートでした。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。レフリーの笛が鳴って前半終了。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。ルベン・ネベス、前が空いている。中央にクロス、この選手ですが前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。調子が良さそうです。ゴールもしっかり決めました。前半リードしたのはこの選手の働きが大きいですね。落ち着いています。
レアンデル・デンドンケル。ドハティボールを奪いました。ここはよくスペースが見えていました。ポストに弾かれた。狙ってきたぞ。さあセットプレーのチャンスです。フレッシュな選手の投入です。中に入れた。打ってきた。シュートのコースを読んでいましたね。どういったボールで来るのでしょうか。ボールを入れました。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターのチャンスでしたがここはボールロスト。ハモン・ロペス見事なスルーパス。シュートは入るか。見事なセーブでゴールを死守。セットプレーから得点を奪えるでしょうか。ゴール前に入れた。この攻撃は実を結びません。プレスを受けます。滑っていく。大丈夫か。ここはインターセプト。しっかり予測していました。レアンデル・デンドンケル。ロマン・サイス。ボールを運びゴールに襲いかかります。シュートだ。ゴールゴールゴール。キーパーは触ってますね。もう少しでファインセーブでした。違うアングルから見てみましょう。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。レアンデル・デンドンケル。ベベン・ネベス今日が誕生日です。勝利で祝いたいでしょう。素晴らしいスルーパス。スペースに出しましたがこれは精度を欠いたか。ポストに当たったか。これはスローインになります。ボールはカットされましたがまだチャンス。プレスがかかりました。ボールを失いました。ディフェンス落ち着いていました。ひとまず前に出しました。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールがフリーになりました。走り込んだ味方にスルーパス。チャンスにはつながらなかったようです。タッチラインを割り、スローインです。ここで取られるわけにはいかない。ボールが足につきません。いいところに出た。決まっていればさらにリードが広がりましたね。The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. 気は抜けない展開です。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。
ここで